フォルクスワーゲン MQB とは、ドイツのフォルクスワーゲングループが開発した、プラットフォームを基幹とした FF と FF ベースの4、WD 車用のエンジニアリングアーキテクチャである。2012年のハノーファーメッセにて披露された、MQB 技術概要は、名称とともに2012年2月1日に、発表された。MQB とはドイツ語で、モジュールキットを意味する。 モーデューラルイケアバウケイソンの頭文字を取ったもので、英語で表現すると、モジュラートランスバースマトリックスとなる。従来、プラットフォームはセグメントごとに開発、生産されてきたが、MQB は、セグメントの枠を超えて、共通部品を増やし、生産コストと車両価格の抑制、主要技術の共有、そして最高水準の強度の確保を実現させることを目的に開発された。 複数セグメントに投入する車種を一括企画し、先行開発の段階で、車両システム全体をエンジンや車シシー、ボディ、電子制御などの部分ごとに細分化し、各部分の設計の共通要素と変動要素を定義し、各設計要素の組み合わせ方も定義することで、多様な車種を少ない開発工数で作ることを可能にするものである。MQB の特徴の一つとして、 前輪からアクセルペダルの間隔が固定されている以外その他の全ての寸法を自由に変えられることが挙げられる。モジュラーガソリンエンジンシステム、モジュラーディーゼルエンジンシステムの2種類に対別されるが、全てのエンジンは車体サイズが変わっていても同じ位置に搭載され、天然ガスハイブリッド EV に至るまで、それらのユニットを内燃エンジンと同じ位置に搭載することも可能となっている。 この戦略によってエンジンやギアボックスのバリエーションが約90%削減可能となる。将来的に B セグメントから D セグメントまでを MQB 一つでカバーできるようにし、これ以上のセグメントは MLB となる。MQB はフォルクスワーゲンはもちろん同グループであるアウディ、セアとシュコダの各車両にも順次展開される。なお、ルノーと日産が 共同開発した CMF や、ボルボが開発した SPA は、MQB と概念がかなり似通っている。また、モジュール化を突き詰める点については、トヨタ自動車のトンガとも思想は告示する。アウディティティザモジュラートランスバースマトリックス、プラットフォーム。ありがとうございます。